ブライトっていう舞台照明のソフトウェアのちょっと説明の動画がね、あんまり日本語でないので、まあちょっと撮って自分で説明できることがあればと思ってね、始めました。なので新しくエボライトの卓で、照明ちょっとコントロールしたいって言ってる思ってる人たちにね、ちょっとなんか手助けになればと思っております。なのでね、あれこれあのプロが見るためのものじゃないんでね、あのプロの人はもっとこう便利なやり方あるよっていう時はなんかコメントかなんかしてくれれば嬉しいです。はい。でですね、エボライトはこれイギリスの卓なんですけども、まあ、ライブコンソールと言われててね、あの基本的には音楽ものだとかに結構特化したあの卓ではあるんですけど、全然ジャンルを選ばないでね、あのいろんなことに、まあ、適用できるような卓だと思うので、覚えておいても全然そもないのかなっていうふうには思います。で、まあちょっと今回はですね、そのエボライトの卓のハードウェアの説明から、実際にこの、ライセンスを取って、使えるようにして、で、DMX のセッティングをするまでっていうところをこの1本で進められればと思っております。はい。まず画面なんですけどね、これ今 Titan One って言われるソフトウェアの画面になってます。で、まあ、まずちょっとどういうものがあるのかっていう、エボライトのね、ものにどういうものがあるのかっていうので、これ今エボライトのホームページですね。で、このライティング、ここが今新しく出てきたようなこのエボライトのハードウェアになるんですけど、まあいわゆる僕が今から説明していくその PC タクって言われるものは、こういうね T1 だとか T2 っていうもので、実はこれ先月とかねそれぐらいに出たばっかり の新ちゃんなんですよ。基本的に USB しかパソコンっていうのは、まあ、基本的に送信するのは LAN か USB かっていうところなんで、それをまあ、照明の独自のね、信号方式である DMX っていうものに、変換してくれる装置。それがまあ、ハードウェアになります。なんで、こっち側にね、DMX のポートがあって、これ裏側に USB が挿せるところがあると。で、これまあ、先月出たばっかりなので、じゃあ今僕何使ってんのっていうと、タイタン1って言われるね、USB のスティック型のやつなんですよね。ここはすみません、ちょっとすげえ映像が割れちゃうけど。で、まあこうやって USB が刺さってて、このスティック型で DMX のポートがあると。はい。なんで、こういうタイプのものをね、使っています、今。はい。で、基本的にエボライトのこれって、ライセンス制なので、エボライトの、メーカーの方にね、自分が使ってますよっていうライセンスを出さない限り、これ使わせてくんないっていう、ちょっとね、めんどくさい。ケチなわけじゃないんだけど、ややこしい方式なんですよ。まあ大体そうか。まあでもそれぐらいしてくんないと、中国製のね、タクとかにパクられちゃうわけですよね。はい。で、じゃあ、ライセンスのやり方どうするのかっていうのこれ、日々の、ここのね、ダウンロード手順とか、こういうところにあるので、まあ、これ読んでもらえれば、日本語で細かくやってはいるので、まあ、これ見てもらっても、もらった方が早いかもしれないですけど、基本的には、この、エボライトのホームページのね、ソフトウェアっていうところの、下の方、これ、ライセンシングっていうのがあるので、ライセンシングっていうところで、まあ、住所とかもろもろね、メールアドレスとか、打ってもらって、ログインしてもらって、その後、このアクティベーションタイプっていうところでね、作っていくと。で、これ、I have a token file to upload って、これ、トークンファイルありますかとか聞いてきて、これどういうことかっていうと、この、Titan One とかね、Titan Mobile、一番最初に起動したときって、この画面になんないんですよ。一番最初そのライセンス系のセッティング画面になって、そこでトークンファイルっていうものを作成できるので、それをパソコンから、このエボライトのね、ここトークンファイルアップロードしてあげると。でそれを登録することで向こうからのメールでね、フルライセンスっていうものが
送られてきます。これタイタンモバイルだと大体、まあ、3日以内には送られてくる。タイタンワンだったらまあそのうち中には送ってくると思います。まあイギリスなんでね、ちょっと時間差があったりしますけど、なのでちょっとその辺まどろっこしいやり方なんですけど、いろんなところにそれがね出てるので、それ参考にしてフルライセンスを取って、タイタン1を開いていただくと。で、まあ、案外ね、流れさえ覚えちゃえばそんなに手順の数はないので、ね、簡単にいけると思いますけど、はい。で、やっとこのタイタン1っていうね、ソフトウェアが開くことができました。これ一番最初に開くともうこのページになってます。なので、これをまあうまく使っていって、明かりを出して、明かりを作って、オペレーションしていって、で打ち上げで飲むっていう流れですね。今日はね、一番最初は、ショーをセーブするだとかロードするだとか、あとは DMX セッティングね、一番最初にしなきゃいけないセッティングっていうものをするところまで、お見せできればなと思っております。で、一番最初なんですけど、まあ、これね、いろいろものを作った時に、まずセーブする方法、基本的にはこのね並び順、ここでいろんなことをするんですけども、その中にあるディスクってやつね、これディスクっていうのを押すと、右側のここの A から G までのね、割り当てられるボタンの中に新たなショーとかショーロード、セーブ、他にセーブっていうのが出てくるので、これセーブを押してもらうと、ここで名前を打ってセーブすることができます。これインターナルハードウェアって書いてあるんですけど、これね USB とか挿してもらうとセーブするときに、このリムバルディスクっていうものが出てくるんですね。で、こっち選択して、セーブしてもらえれば、要するに USB に入るわけですよ。で、まあ、ノートパソコンといえどもね、パソコン機械なので、いつ飛ぶのか、いつフリーズするのかね、起動しなくなったりするってこともよくあるし、そういう話も聞くのでね、できるだけそういうデータはバックアップ取っておいて、パソコン自体がオジャになっても、USB でね、違うパソコンに移せるようにしといた方がいいってこともあるので、バックアップということでね、ここで USB にセーブすることができます。はい。で、じゃあセーブしたものを逆に読み出すにはどうすればいいのか。基本的にね、閉じた画面で、再起動すると、その画面に戻ります。なので、あんまりこう、ロードするって先そんなしないんですけども、例えばまあちょっとね2現場前のデータだとか、まあ定期的にやってるデータだとかあれば、そのね前のデータを呼び出して編集するとか、まああるいはその昨日丸一日やったものを完全に飛ばして、一昨日のデータを引き継ぐとかね、そういう時、これもディスクってところからショーロード入ります。ショーロード入ると今ここにね入ってるこれショーのデータです。なんで、これ基本的に読み出せば、このオートセーブ、クイックセーブ、オートセーブ、クイックセーブってのがあるので、自分まあ新しいものをね、ロードしてもらえれば、勝手に新しいデータがね、引き継ぐ感じになります。はい。まあいろんなものが書いてありますけど、まあこんな風にして本番を使っていくみたいなことです。はい。で、基本的にオートセーブって機能もあるので、そのオートセーブのセッティングとかもね、できていて、このディスクを押してね、さっき新たなショーとかあった時に、プレビアスとネクストっていうのがあって、ここ自動的にセーブっていうのが出てくるので、そうするとこの、持続時間ね、例えば何分に1回とかそういうのを、ここで、決めることができます。回数とかね、オートセーブ有効無効にするので、なのでもしフリーズしてもね、別にセーブしてねやべえじゃなくて、ちょっと前のデータから始めることができるっていう、ちょっと心の保険になりますよね。まあそんなことができるというのが、このディスクから呼び出すものです。で、一番上にあるのがこれね、新たなショーっていうものね。新たなショーを開けば、これは、さっき言ったように、一番最初のこの画面に戻ります。
まっさらな状態、要するに球が入ってない状態、芯もパッチも何も入ってない状態、まっさらな状態に戻ることができます。はい。で、一番最初に始めてね、まず確認しなきゃいけないものっていうのがあって、基本的にその例えばタイタン1だとか T1 だとかっていう新しい装置を認識した場合っていうのは、まあバージョン11からね、そういうバグも直ってきてるんですけども、まずそのハードウェア自体をこのタイタン1でアウトポートに認識してあげるって作業ね。ちょっとやってみましょうか。これ今度システムっていうところから入ります。システムっていうのに入ると、このタイタンのシステムファイルに入ることができるんですけども、DMX セッティング、ここ。ここの画面が結構非常に大事です。で、一番最初の状態、こうなってることがよくあります。バージョン11からは、こういう風になってるっていう話なんですけど、もしかしたら、こうなっちゃってる状態っていうのがあるかもしれない。で、これ何をするものなのかっていうと、右側は、これ、ライン1、ライン2、ライン3っていうのは、いわゆるこう、何ユニバース目なのか。例えば、このライン1っていうものを、DMX のね、アウトプット、A 割り当てて、例えばこれ、アートネットの方でライン2は送るみたいな。そういう、こう、割り当てができるわけですよ。タイタン1と T1 っていうのは、ワンポート、ワンユニバース限定の、タイタン OS なので、基本的にここにはライン1っていうものしか割り当てられないんですけど、タイタンモバイルとかね、T2 以降は、まあ、T2 は、ニューユニバース、ライン2まで。で、タイタンモバイル以降は、12ポート、クォーツ以降は16ポートかな。それぐらいまで、拡張して、行くことができるので、そのための割り当てるところなんですよね。なので、このエキスパート DMX のが、要するにこれなわけですよ。エキスパート DMX、これ。これを、ライン1に割り当ててあげないと、さっきの、こいつがアウトプット化してくんないわけですよ。で、タイタン1は、USB 型のスティック側の方にね、TX と RX っていう LED のインジケーターランプがあって、これ、横ら辺に出しておきますけど、最初 RX でオレンジ色のライトがついていると、それ受信、要するに、インプットになっちゃうわけですよ。で、これを TX の方にこれ割り当ててあげると TX の方が緑で光ると。だから割り当ててね、オレンジのままでもなんかパッチして信号を送ってあげれば TX になるんで安心してください。この状態になってれば、基本的には大丈夫。なので、この状態まで確認して、で、信号を送るときになったら、そのタイタン1の TX が緑色のランプがね、光ってることをチェックしてパッチなり次の作業に移っていくというわけでございます。基本的に今回は、この DMX セットまでをやりました。次回は、ディマーパッチをしてみるところまでいきたいと思います。それではありがとうございます。